甲府城遺跡甲府城は、イギリスのドーセット州パーベック半島の甲府活する村にある要塞である。11世紀、ウィリアム一世によって建設され、ウェアハムとスワネージ間の通行路にあるパーベック丘陵地帯を見下ろすようになっている。12世紀から13世紀の城建築の変化を受け、イギリスの多くの建築が土時で作られていた中で、石造りで作られた城で、石造りの城では、 最古の城の一つである。甲府化する村は6000年前にはケルト人が居住していたと言われ、城の周囲にはケルトの市長の妻たちを葬ったとされる12人の花嫁と呼ばれる塚がある。村の中心である甲府城は交通の要衝にあり、古来より戦略的に重要視されていた。伝説によれば、 1979年にエドワード淳教王はこの城で暗殺されている。その後、ノルマイコンクエストによって、甲府城は破壊されたが、1910年に再建され、中世には王家の5つの城の1つに数えられた。ジョン王がフランス人22人を遊兵しがしさせるなど、牢獄としても利用された。ヘンリー7世が母、マーガレット・ボー・ホートに、 甲府城を城渡した後、息子ヘンリーパスセイの第二、王家の元に戻った。1572年に、エリザベス一世から大奉還、クリストファー・ハットンに売却され、英日戦争に備えて要塞化された。1635年、サージョン・バンクスが購入し、新京と革命中に拠点とした。二度の包囲戦が行われ、 ジョン・バンクスの妻、メアリー・バンクスが防衛を主導し議会派に抵抗した。1643年の防衛には成功したが、イングランド南部において、王答派の最後の拠点となった1645年の2度目の防衛で陥落した。その年の3月、議会の決定で、交付状は取り壊された。ナショナルトラストが購入し、 一般公開され2010年には19万人の人々を受け入れた。第一級指定建築物として保護されている。ABC シャーン・エヴァンズ、英国の幽霊伝説、ナショナルトラストの建物と怪奇現象田口美和役、原書房2015年初版第一冊、ISBN9 兆7845億6205万1250、ピアニッシモ七76から79、 コーフキャッスル、同セット、エクスカベーションヒストリー、ペイストスケープ、http コロンスラッシュスラッシュ www.pastscape.org.uk スラッシュ monumen t i n f o a s p x a イコールレーホブ、id イコール4568262012年1月5日、閲覧。 幅ホーンティングタイム、オンザハロウィントレールアット交付キャッスルディスウィーク、ハットナショナルトラストアンベイルズコンサーベーション、プランズフォー交付キャッスル。ありがとうございます。